はいどうも、ベイアンです。運転中の独り言ということでいろいろ喋っていきたいと思いますけれども、動画の撮影日がですね11月の3日時刻が8時29分となっておりますということで、おはようございます。本日はですね、神戸のプラレーラーのプラレールタイムのじゅんさんのお手伝いでですね、神戸市営地下鉄の車両基地、妙谷かなにある車両基地の方で組み立てがありますので、そこのね組み立て応援という形で、今会場の組み立て場所の方に向かっている道中でいろいろ喋っていきたいと思いますけども、このねこのじゅんさんのこの神戸市営地下鉄のイベントも今年で3回目かなですね、確か。で、一番最初はね、地下鉄の、何回目で、去年からかな、いや、よく覚えてないな、2回目わからん、忘れた。ということで、まず、その、市営地下鉄のね、イベントの方で、プラレールの展示をするということで、組み立ての応援、まあ、立体レイアウトがメインで組み立てるとは思うんですけどね、ベイアンは。はい、今日も組み立て頑張っていきたいと思いますけども、本日はですね本当は鳥取の、中山ワイワイフェスティバルっていうね地元の方でもちょっとベイアンイベントの方があったんですけども、そちらの方は運営さんの方にちょっとねお任せしてですね、運営はちょっと企画会社さんの方にお任せして、ベイアンはこちらの方の組み立て応援に来たということなんですけど、いやー今週がねクソ忙しい1週間になりそうなんですよね、今日からがね。今日、11月3日は神戸市営地下鉄さんのこのプラレールの組み立てと、で4は、特に予定なく、まあ中山ワイワイフェスティバルのちょっと片付けがあるんですけど、それを4日の午前中にありまして、で5日はもうね、6日以降のあのイベントというか物事に対しての準備を丸1日かけてやる感じになると思いますので、5日は超忙しいかなと思います。で、6日がですね、6日の本当夜中、朝方の夜中ですね、深夜にベイアンの地元を出まして、倉吉を出まして、でそこからですね、1時か2時ぐらいに出るんじゃないでしょうかね、多分1時か2時ぐらいに出て夜通しまた走って、山口県の周南市かな、下松市かの方にあるハウジングメッセ周南というところでね行きまして、で朝方から組み立てと、でそこから組み立てが終わりましたら、6時か5時ぐらいにですね新幹線に飛び乗りで東京の方を目指します。で7日の朝からですね、東京駅丸の内の方のすぐそばに、丸の内口の方にねのすぐ近くにある切手というね建物の地下1階でですね、鳥取県観光連盟さんの鳥取アピールの PR のイベントがありまして、そこでですねアイキャッチとして、プラレールの展示をさせていただくことになりまして、でそれが7、8なんですよね。で8のイベント終わり、7時までだったかな、7時終わりで片付けをして、でそこからまた新幹線に飛び乗り尼崎へ移動します。で 9の朝から、尼崎城公園かな、城址公園のところで、これもまたプラレールタイムのじゅんさんの組み立て応援でですね、阪神祭りですね、阪神電車のイベントの方でプラレールの展示があるということで、ね組み立ての応援という形で尼崎に行きます。でその組み立てを午前中ぐらいで終わらせてです、多分ねイベントが10時ぐらいからだったんで10時までに終わらせて、ちょこちょこちょこっとなんかしてたら多分お昼前だと思うんですけど、お昼前から、またそこから新幹線に、新神戸かな、姫路からかどっちからから乗ってですね、また山口徳山の方まで目指します。でそこから、徳山で降りてまたハウジングメッセ周南の方に戻ってイベント運営と、で、イベント運営して10日ですねもうイベント運営して終わり次第片付けて帰ると、多分10日の夜中に帰る感じだと思います。10日の本当
てっぺん越えるか越えないかぐらいに鳥取に帰ってくるんじゃないかなという感じなんですけど、ということで、とにかく5日から10日までぶっ続け、しかも移動距離が半端ねえ、東京山口を往復して、で山口鳥取まで往復するという、まあ結構きついですけど、まあ仕方ないです。そういう仕事のね、まあご依頼をいただいてしまっていますので、もうありがたくさせていただく感じになると思いますけども、まあ、本当ね、忙しいことはいいことかなと思いますので、あとは体力ですね。いや本当ね、体力ちょっとつけなきゃいけないなと思います、マジで。東京って結構ね歩くんですよ。でホテルとかはそんな遠くないところに取ったんですけど、まあとにかくね、ホテルから例えば駅まで歩いたりとか、駅のねもう改札からホームまで歩いたりとか、結構歩いたりすることが多いんで、でね、地元にいると本当車社会というか車生活なんで、あんまりね歩くことがないんですよね。で先ほどまあ明石第二神明高速道路かなというところのサービス、明石サービスエリアでちょっと休憩してたんですけど、そこもねちょっと階段登るときに足的に、なんか筋肉的になんかちょっと重たい感じがしたんで、もう本当これ末期だなと思いました。でこんなんじゃダメだぞと、組み立ての時にもちょっと若干体力不足が影響するなっていうふうにまじまじと思ったんで、ちょっと歩こうかなと思います。本当歩いたりとかしてちょっと筋肉鍛えなきゃいけねえなっていう感じですね。でね、さっきほどの明石サービスエリアで朝ごはんを食べたんですけど、めちゃくちゃね最高な組み合わせの食べ物というか食い物があったんですよ。それがですねこちらです。ザン、そう、まあ、姫路駅名物の招きの駅そばというのがあるんですけど、そこにですね明石名物の明石焼きが入ってるんですよ。もうこれ最高の組み合わせでして、米屋の中ではもう招きの駅そばの中で一番のトッピングじゃないかなと思いますね、明石焼きが。というのがもう明石焼きって基本ね、なんかたこ焼きのちょっとドロッとした感じの柔らかいたこ焼きみたいな感じなんですけど、それがを出汁で大体食べるんですよね。でその出汁がね、招きの焼きそばの出汁だっていう、もう最高じゃないですかこの組み合わせ。でこのね明石焼き自体をそのトッピングしたりとか出汁に浸ってるのでもう柔らかいんですよね。なので出汁にね崩してというか、この明石焼きを崩してですね、ほぐしてというか、で出汁と溶け込まさせて食うとめちゃくちゃうまかったっす。でたこ焼きがたこが入ってるので、それでそのとなんか歯ごたえがたまにカリッ、弾力のあるタコの歯ごたえが来たりとかして、これはね何だろう、寄ってよかったなと思いました、明石サービスエリアに。これが見つけられたらもうね、もう最高に幸せでしたね本当。でね、加古川バイパスだったかな、姫路バイパスの別所サービスエリアにも招きの焼きそばあったんですけど、そこには明石の明石焼きトッピングってなかったんですよね確か。で姫路駅の焼きそばのところもなかったし、ここのサービスエリアだけのそのトッピングなんじゃないかなと思いますね。で1杯680円、まあ招きの焼きそばにしてはちょっと高いと思うんですけど、まあサービスエリア価格ですよねこれはどうしてもね。まあ、そこは致し方ないかと思いますけど、まあでもこれは食べる価値ありです。すごく美味しかったです本当。なんなら、ね、今回組み立て今日日帰りなんですけど、組み立て終わったら鳥取にまた帰るんですけど、その帰りもまたあれ食べてもいいかなと思うぐらい美味しかったですね。ていうかこの前ここ通ったな、向こう側ね道間違えて通りましたよね、前々回かな、3つ前の運転中の独り言でね、淡路島の方からあれです、徳島から神戸のね港川のホテルまで行くのに途中道間違えたんですよね。でここ通りましたよね確かね、この道。あらまた間違えた、さっきのところ降りなきゃいけなかった、やべえギリになっちまった、もう何見てんだよくっそ、なんだろうねこの道よく間違えるな、2回目ですからねもう最悪。
ああどうしよう、一気に時間的に倍になりましたね。倍というか、まあ大丈夫か、8時52分に到着予定なので、9時に待ち合わせしてるんですよね、皆さん。今回組み立てられるメンバーとね、ただまあ到着予定時刻は8時52分なんで、なんとか間に合うかなとは思いますね。遅刻にはならないと思います。はい、ということで神戸市営地下鉄、前回はね車両基地というか車両整備基地の中でプラレールを組み立てたんですけど、今回の場所はどこなんでしょうかね。さあどの道を行く、たるみジャンクション番出口何番だよこれ、 T。 このジャンクションのね道案内がむずい、むずいというかナビの見方がむずいんだよ。出口ここかな、こっち行っちゃっていいのかな、合ってると思うけど。でこれはこっちか、伏せ畑、はい伏せ畑の方に行きましょう。あっち行ったら淡路島行っちゃいますね。もうそしたら確実に9時に間に合いません。はい、なんてことやってんだよまたね、同じ過ちを繰り返すというね、喋ってる場合じゃねえぞって感じですよね、ほんとね、すいません。よいしょ。でまた戻るんですねこれ、料金所通って。まあ仕方ない仕方ない。さあいくらでしょう、480円でございました。今日ですね、鳥取道から、中国道に入りまして、中国道から万丹道で、加古川バイパス、姫路バイパス、加古川バイパス、第二神明でここと、で480、480、960の860円、だいたい2000円ぐらいでここまで来ましたね。まあ抜いてし割が効いて中国道が880円だったっていうのがかなりね大きいですよね。やっぱ土曜このね休日割とやっぱり通常のね平日の料金の差っていうのはかなりでかいかなと思うんですよ、本当。なので米屋に夜中走るんですよね、夜中の夜通しで夜間割を利用するというね。土日はねもうその ETC も ETC 割が効いてるんで安いんでいいんですけど、何も気にしなくてもね。平日はどう考えても夜間走った方が空いてるし割引効いてるし、いいことずくめだと思うんですけどね。ただただデメリットは眠たいだけですね。ぼーっとで、なのでモンスターを買っちまうんで、どうしてもねもう悪魔に魂を売ってですね眠気と戦うという。頑張ろう、ちゃっちゃちゃっちゃ組み立てをして、ちゃっちゃちゃっちゃ帰ろう。今日はギリギリまでね泊まるか迷ったんですよね、ほんと。でホテルを探したら、この前泊まったね神戸の港川の東横インが本当たまたま空いてたんですよ。4日ぐらい前に見たら空いてなかったんですけど、昨日見たら空いててですね、多分昨日の大雨でキャンセルされたんじゃないかなと思うんですけどね。よしこれ泊まれるぞ、泊まってちゃんとイベントにも出て、で組み立てだけじゃなくてイベントもちゃんと出て帰ろうかなっていう風に一瞬思ったんですけど、ただね来週、ほんと今週って今週ですかね、5日間もちょっと家をまた開けてしまうというのがですね、奥さんと子供にどうしても申し訳なくてですね、すごく悩んだんですよね。先週もやっぱりワンオペでね2歳の女の子をね、2歳前かもうちょっとあと1ヶ月で2歳ですけど、2歳になる女の子を一人で見るっていうのは相当大変みたいでして、で帰ったらもうね、ベイアンが家にいてくれることがめちゃくちゃこんなにありがたいことだと感じたのはないよってっていう風にすごく感謝されたんで、ただねそうやって感謝するぐらいしんどかったんだろうなとか思うとね、やっ
っぱりだいぶ後ろ髪を引っ張られるんですよね。なので、ね、できる限りその家に帰れるときは帰ろうと思いまして、なので今日はですね、今回は泊まらずに日帰りで帰ると。で夜はね、明日はしっかりと今日の夜から一緒に過ごして、また東京まで、東京5日間の、ね、ツアーまではしっかりと家族のために動こうかなと思います。はい、どうしても留守にしてしまってね、大変な思いするのは奥さんですからね。で子供もやっぱり寂しがってるそうなんですよね。で LINE 電話でテレビっていうか、そのがね、ライブで相手の顔見ながらの話するとすごくテンションが上がるんですよ、娘がね。なのでね、今だけかもしれませんけども、父ちゃん大好きでいてくれることがすごく嬉しくてですね。なのでちゃんと、はい、対応したいなと思います。あれ、なんで行かなかったの、これ。青だったよね。よいしょ。でね、本当ね、なんだろう、娘に好かれてるっていう実感することがありまして、やっぱりね、2歳ぐらいまでの子供ってママ一番なんですよね。本当、なんだろう、何をやっても、何をその結構な時間なんだろう接しててたとしても、その、ね、普段の子供との面倒というか、全部、ね、世話をトータル的にベアも結構やってる方なんですけど、本当で頑張ってるつもりだったんですけど、いざ、ね、奥さんがパーンと出てきちゃうと、奥さんママーって言っちゃうんですよね。でもうしまいにはね、おっぱい欲しいと思いましたからね、自分に。おっぱいがあれば、なんだろう、ママに勝てるんじゃねえ説だったんですよ。だけどおっぱいがないことで勝てないんですよね、本当お母さんには。まあ、できること、米安ができること、父ちゃんができることはもう 100% に近いぐらいちゃんとやってると思うんですけど、ただね、おっぱい強い、ママ強い、最強ってなっちゃうとね、超悔しいじゃないですか、本当ね。でそんな中ね、最近お風呂どっちと入るって言って、ママトータンって聞いたら、ママだと顔振るんですよ、嫌だって言って。で父ちゃんって言ったら、うんって言ってニコって笑ってね、父ちゃんとお風呂入りたがるんですよね。だからもう それだけはなんか、米安父ちゃん勝ったぞって感じがするんですよ。やっとなんか、なんだろう、ママに勝てるところが出てきたっていうね。めちゃくちゃ嬉しいですね、あれは。でもうお風呂じゃね、一緒に娘と入った時はもうお風呂でめちゃくちゃ遊びまくるんですよ。あ、ラウンドアバウト、へえ、すげえ。これは一旦停止じゃないよね、ラウンドアバウトじゃないの、これ。すげえ、こんなところにあるんですね、ラウンドアバウトが。すごいな。早朝野球やってますね。早朝じゃないけどね、8時46分なんでね。なんかすごい初めて通る道を、運動公園のところか。なるほどね。もうちょっとですね。なので、まあそうやってね、娘がそうやって一緒にボチャって言うんですけど、風のこと、ボチャ入りたいって言ってくれるのも今のうちかなと思ってですね、もうその要望にはしっかり応えたいなと思って、もうね、一緒にいるときはとにかく風呂入ったりとか、寝かしたりとか、一緒にご飯食べたりとか、一緒にどっか遊び行ったりとか、一緒に買い物行ったりとかってね、しっかりするようにはしてます。はい、お買い物行くときとかめっちゃ楽しいけどね。お魚コーナーでね、お魚って言って、見たいって言うんですよ。で連れていくとね、怖いって言ってね、目が合うと怖いって言うんですよね。もうそれがたまらなく可愛くてですね。でちょっとね、鮮魚コーナー離れて、
野菜コーナーとか肉コーナー行くと、もう一回お魚見たいお魚見たいって言って言うんですよ。でまた連れてくと怖い怖い怖いって言ってきて、で途中にねお菓子コーナーがあってね、アンパンマンがいると、そこでねアンパンマンに持っていかれちゃうんですよいつもね。アンパンマン強いわ。あいつの時代もやっぱアンパンマンは強いですよね。でアンパンマンのキャラクターでですね、なぜかアンパンマンよりバイキンマンの方が好きで、バイキンマンバイキンマンって言って、でお風呂のね鏡がね、あの湯気で曇った時にね、アンパンあのバイキンマンを描くんですよ、ペンヤンがね手書きで。そしたらねめちゃくちゃ喜んでくれて、でシャンプーする時に髪を濡らすのがすっごい嫌がるんですよね。そこでバイキンマンを鏡に描いて、ほらバイキンマンが応援してるよって言うと、もう泣かずにね我慢してね、ちゃんとシャンプーしてくれるんですよ。もうバイキンマン様々です。もう悪ね、テレビとかそういうなんだろう番組の中じゃね、バイキンマンすっげー悪もんですけど、うちの家ではバイキンマンヒーローです。はい、あのはず、あの娘のね、あのシャンプー泣かなくしてくれるので、はい。で最近は赤ちゃんマンを覚えましたね。赤ちゃんマン赤ちゃんマンって言ってずっと言って、でぬいぐるみをね、赤ちゃんマンのぬいぐるみ買ってあげたら、それと一緒に寝てましたねこの前お布団で。抱いてね寝てる姿見るとめちゃくちゃもう可愛いんですよ。何枚も写真撮ってね、もう天使の寝顔です。でちょっとね、気がめいってる時とかちょっと疲れた時にそのね寝顔の写真を見ると、もうあれです、元気100倍です。本当元気100倍、赤ちゃんマンですね。もうなのでもうなんだろう、本当ね娘が生まれてきてくれたことによって、なんだろう気持ち的な部分ですごく豊かになったように思います。やっぱり子は宝っていうのはそういうことなんだろうなっていうのを、本当ね長女や次女長男の時も思った、それは多分感じてるんですよ絶対。ただそれがねその時感じたのがもう十何年前なので、なのでまあその時の気持ちっていうのは忘れてなかったと思ったんですけど、また改めてねそういった思いを感じさせてくれたその今のね2歳の娘には本当感謝してます、心豊かにとか、なんだろうね、生活を豊かにじゃないですけど気持ちを豊かにしてくれたっていうところでね、感謝しながら毎日頑張っております、その子のためにね。はい、ぼちぼちね、集合場所に着きそうです。あそこの信号の先のね、あのガソリンスタンドがあると思うんですけども、そこの手前を曲がったところが車両基地入り口のところなので、もうちょっとで着きますね。51分着、もう多分数名の人らが会場には来てると思うんですけどね、集合はね。はい、ここは上の高架はあれですね、市営地下鉄の高架になりますね。西新かな、 なんかありますよねこの先にね、西新山手線ってなってますね。あ、今通ってますね、前ね、すごいですよね、あの高いところ、地下鉄ですからね。表に出てきちゃった。いやー頑張ろう。で今日がね微妙でしたね。朝すっげー寒かったのでパーカー着てきちゃったんですけど、多分これ組み立ての時日中はこっち暑いと思うんですよね。なのでまた T シャツになって半袖で組み立てはしようかなと思います。はい、そうしますともうちょっとで到着しますので、この辺で動画を終わりたいと思います。164円安いな、帰りに入れて帰るかな。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。これその組み立ての仲間かな、誰だろう、違うかな、見たことない人だったな。これいかんな、これいかんな、なんでこんな変な止め方してんだ。はい、ということでここで今皆さんがお集まりいただいてますので、ここで動画終わりたいと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。